やっほー、ウィス。一人が勝負、スワシワスです。ついにですね、4月1日の朝6時をもって、10年と、何ヶ月だな。10年と4ヶ月、勤めてきた職場を辞めてきました。退職してきました。いやー、なんかやっと終わったなというか、一つの、俺の人生の一つのターニングポイント迎えたなって。ね、なんかでも気持ちがまだそんなに、その、俺無職になったんだ、自由になったんだっていう、なんか気持ちがまだその完全にシフトしてなくてですね、なんかそわそわしちゃうんですよ。一日こう家で過ごしてて、あ、なんかもう少しで、あ、夜になる、あ、また睡眠取っておかないと、みたいな。あ、いけねえ、もうないんだ、夜勤ないんだって。そのなんか、あと曜日感覚も、その、俺ずっと、その固定シフト、曜日固定のシフトだったんで、日曜、月曜、火曜とかってこう、曜日が来ると、あ、そうだよな、今日出勤の日だよな、また夜に備えて睡眠取っておかないと、みたいな、その生活サイクルがまだ抜けてなくてですね。なんかいまいちその、解放感 120% みたいな領域にまだ行ってないんですよね。まあそれでも、動画更新はさ、めちゃくちゃしてるんだけど、最近1日に5個とか4個とか平気でアップしてるし。まあこれがちょっといつまで続くかわかんないけど、とりあえずできるまでもう頑張ってたくさん生産しまくろうと思ってます。で、その、仕事辞めたら、すぐに、俺のその10年間どういうふうに俺生きてきたかなって、俺の20代のその人生の軌跡みたいなのを振り返る雑談をしたいなと思ってたんですけど、なかなか、その、よし、今だ、話そうっていう、なんかそういうちょっと気持ちが整わなくて、やっと今、ゆっくりと喋れる気持ちになれたかなって、なったんで、ちょっとまあお菓子でも食べながら、雑談、自分語りさせてください。10年間。2013年からの10年間の俺の人生を。あ、これ、ダイソーで買ったフライドポテト。ジャガビーみたいな感じの。いろいろ買ったんですよ。さ、今のブラックペッパーで、これバター。ジャガバターで。これが金のポテト。これ塩で。なんか、ダイソーのお菓子ってなんか、すごい掘り出し物あるなと思って。特におつまみコーナー。おつまみコーナーにすげえ、あ、これ美味しかったっす、これ。いぶりがっこ風ポテトスティック。これもジャガビーみたいな感じなんだけど、これ美味しかった。秋田名物。ねえ。あと他には、あ、もう食べちゃったけど、なんか、ローストチキンだっけ？ローストチキン風のこのポテトっていうのもあった。はい、というわけで、俺の10年間をね、ちょっと振り返ります。俺は2013年の4月に、音楽大学を卒業して、何も言っちゃおっか。いや、どうしよう。どうしよう。迷うな。異常はないでおくか。まあ、音楽大学卒業して、まあ、いずれはバレると思うけど、卒業して、で、その、2013年の4月から、一応実家を出まして、実家を出たといっても、近所です。近所に引っ越すんですよ。引っ越したんですよ。大学4年か?どちらか忘れちゃった。大学4年ぐらいか。4年ぐらいの時に、ネットで知り合った、やつがいて、で、そいつが、俺神奈川に住んでるんですけど、その神奈川に住んでるやつじゃなくて、で、その、俺の大学卒業のタイミングで、東京っていうか上京したいから、それで一緒に住まないかってことになって、あ、ルームシェアって、なんかルームシェアってすごい、すごいコストが安く済むから、いいじゃんと思って、俺承諾して、で、その2013年4月から、実家を出て、まあ、近所だけどね、普通にチャリンコで行けるぐらいの距離なんだけど、まあ、その実家を出て自分たちで生活をしていくっていうのがスタートしたんですよ、ルームシェアで。うん。家賃、その時家賃がね、6万5千円。あ、でも、もろもろ込みで7万円。で、それぞれの負担、あ、そうか。で、プラス光熱費だから、8万円ぐらいで、お互いの負担が4万円、だいたい4万円ぐらいで、済むんですよ。これめっちゃ安くないですか？
まあ、ちょっと駅から遠いんですけど、でもその、家賃プラス、光熱費とかインターネットとか、それ全部含めて月4万ですよ。で、しかも、そのアパートの間取りは、あの、2DK で、しかも一部屋、なんと 7.5 畳です。すごくないですか？一部屋 7.5 畳ですよ。縦長の、ちょっと縦長のこういうビヨーンとしてるんですけど、でもめちゃくちゃ広くて、で、しかもあの、南側で、で、少しあの、小高い丘の上のアパートなんで、あの、星が綺麗なんですよ。南側開けてるから。だからその、実家出てから、その最初の物件がめちゃくちゃ快適すぎて、素晴らしくて、今でも戻り、その家にも、そのアパートに戻りたいなって思っちゃうぐらい。で、しかも、今見たら家賃安くなってたし、なんか5万8000円とか、超安くなってたしね。で、そこでの生活がスタートするんですけど、まあ最初は俺、仕事何にしようかっていうのも、あの、全然決めてなくて、まあ、ね、その、社会を知らない大学生ですから、卒業したばっかりの。まあなんか、とりあえず金稼げりゃいいやっていう感じで、で、俺はその、大学生の頃、コンビニでアルバイトしてたので、あの、もう1年以上かな。1年以上アルバイトしてて、一番その続いたアルバイトなんですよ。他にも、焼肉屋さんとか、あの、家電量販店とか、かな？そうだね、焼肉、家電量販店、その工場とか倉庫とか、そうそう、いろいろやってみたけど、どれもきつくてですね、一番その自分が長く続いたのがコンビニだったんで、あの、大学生時代俺、あの、早朝入ってたんですよ。朝6時から朝9時の3時間。それをだいたい週3ぐらいかな、週3。多い時は週4、週5ぐらいで入ってたんですけど、その、朝5時起きで、で、その、親に弁当作って、ちょっと早起きで親に弁当も作ってもらって、そう、それで、5時50分ぐらいに、あの、家出て、チャリンコでね、また職場、コンビニまで行って、3時間働いて、で、その後、カーッと、あの、自転車かっ飛ばして、35分くらいかな、あの、最寄り駅まで自転車で、あれですよ、クロスバイクっていう、ちょっと普通のママチャリよりも早く走れるやつ。あれ、それでも35分くらいかかった。最寄り駅まで、そこまで行って、でか、大学、で、その大学の2限がその10時10分だったかな、確か、開始が。ギリギリなんですよ、めっちゃギリギリ。毎回その出席取りますよ、あ、出席じゃないか。最初の授業始め、あの、講義始めますよぐらいの時間で、やっとこう、その部屋っていうか、その講義室に、やっと到着するレベルの、いつも俺、焦って、毎朝焦ってた。ですけど、まあ、でも、めちゃくちゃその頃痩せてました。なんでね、チャリこいで、はっはっはって、チャリ爆走してから、特に下半身を中心に、めちゃくちゃ、あの、いい運動してたからね、毎日汗だくだったし。まあ、そんな感じで、2013年。その引っ越した物件、アパートのすぐ近くに、その頃ファミマがあったんですよ。ファミマがあって、で、そこで夜勤しようかなってずっと思ってて、で、その、引っ越してから、その、ファミマに、あの、聞いて、その、夜勤募集してないですかみたいな、聞いたら、募集してませんって言われて、ってどうすんの待って、お金稼げねえ、どうしようってなって、その、いろいろ迷って、で、結局、その、別のコンビニ、あの、その頃まだ存在したサンクスっていうコンビニで、最初、夜勤を始めたんですよ。夜勤は俺初めてだったんです、その頃。2013年。夜勤初めてで、ちょっと自分に向いてるか分かんないけどやってみようかなってやってみて、でも最初のそのサンクスでの夜勤は2ヶ月しか続きませんでした。ほんとね、その頃、あの超ベテランの人と2人でいつも夜勤入ってたんですけど、なんかほんといろいろ教えてもらったのになんか申し訳ないなって今では思ってます。あの、元気かな、あの人。今どこで何してるんだか。今そのサンクスも、あの、ファミマにね、吸収されたからリニューアルして今ファミマになってるけど、どうだろうな、さすがにもう10年経ってるから同じとこでは働いてないかもしれないけど、元気だったら嬉しいなっていう感じですね。2013年。で、まあその、まあ単純に、そう、普通の仕事でお金稼ぐだけじゃなくて、あの、その頃俺は、ニコニコ動画と YouTube で一応、なんか、まあ、ごく普通の歌い手とオリジナル曲を発表するみたいな活動をしてたんですよ。でも全然伸びなくてですね。あの、良くても2000再生ぐらいかな。
その動画、歌ってみた、昔やってたんですけど、よくて2000再生。で、自分のオリジナル曲はよくて500再生とか、あ、でも、俺の和風ソングの氷の涙って曲あるじゃないですか。あれだけはちょっと伸びて5000再生ぐらいは行ってたんですよ、その頃。まあ今ちょっと消しちゃったんですけど、今消してサブスクでね、サブスクで全部配信してるんですけど、ちょっともったいないなって、消しちゃったのもったいないなって思うんですけどね。その活動、まあ、俺はその音楽大学卒業、ってかその音楽大学に入った理由がそもそも、自分の音楽の能力で飯を食っていきたいっていう動機があったんで、で、音楽を本格的に学んで、それである程度スキルがついて、じゃあ実家を出て、一人で自由に活動しようかってなって、なったんですけど、ところがどっこい、全然うまくいかなくてですね、さっきの通り。YouTube もニコニコも全然伸びなくて。かといって、事務所、どっかレーベルとかさ、そこに、オーディションに参加してとかっていうやる気も起きなくて、なんか、自由に活動したかったんですよ、その頃からね。そういう、事務所に所属して、なんか言われたことをやるとか、なんて言えばいいんでしょう。自分がなんかアイドル的な音楽アーティスト、商品としてのアーティストになるみたいな、そういう気持ちは全然起きなくて。うん。で、まあ最初サンクスを2ヶ月で辛くて辞めて、で、その後、その後に、どうだったかな、仮歌の仕事を自分でやろうかなと思って始めたんですよ。もうその頃からね、結構個人事業主的なムーブをかましてたんですけど、仮歌っていうのは、アーティストが新しい曲をリリースするときに、最初、その曲を作る人がいて、で、最初からそのアーティストにこの曲を歌って録音、レコーディングしてくださいっていうんじゃなくて、まずはその歌の雰囲気とか、メロディーとか、節回しとかを、わかりやすくそのアーティストに、提示するために、仮でその曲の歌手になってもらって、その録音して、その仮のガイドメロディー、要はそのガイドボーカルをやってもらうっていう仕事があるんですけど、仮歌。それを俺、ネットでちょっと始めてみて。でも、なんと、それで稼げた金額、2ヶ月で1万円です。まあ、俺がその値段設定をね、ミスったっていうのもあるんだけど、まあ大体、ワンハーフだっけな、まあ1分半ぐらいの尺で2000円っていうふうに俺受けてたんですよ。今考えると相当安いなって。でもそのおかげで、ね、実際にその依頼が来て、何曲ぐらいかな ?4、5曲ぐらいはやったかな。だから1万円ですね。2ヶ月で1万円ですよ。いやー、これじゃ飯食えないなって。だって4万円ね、家賃から。で、それプラス、生活費 4万プラス、自分の食費とかさ、娯楽、ね、好きなことにお金使うとか、そういうのだったんで、ね、全然足りないじゃないですか。で、結局、で、その後、どうしようかなって、じゃあ俺コンビニ夜勤向いてないから、じゃあ俺どうしよう、次なんか、あ、じゃあ接客しない工場のバイトとかどうかなと思って、で、工場に行ったんですよ。飲み物のメーカーの工場、某大手のね、行ってみて、で、それで、いざ働いてみたんですけど、俺4日で挫折しました。なんか結構常に動き回る感じの工場、仕事内容は。動き回って、なんか、ま、飲み物って段ボールに詰めるじゃないですか。その段ボールってなんかのりみたいなものできっちりのり付けされてるらしくて、で、そののりの原料となるやつをなんか補充するみたいな。定期的にそこに回って、あ、糊不足してないかなって見て、糊を補充するみたいな、なんか固形物になってるんですけど、それを見たり、で、それが終わったら今度別の場所に歩いていって、このラベル、ペットボトルのラベルあるじゃないですか。いろいろ商品名とかなんか書いてあるやつ。あれをなんかロールみたいなのがあって、これめちゃくちゃラベルがこう詰まってる。そのラベル、ロールがそろそろなくなりそうになったら、新しいロールをこう入れて、こう入れ、そのスムーズにその新しいロールに入れ替えるっていう作業を、する。それをその状態を絶やさずに常に見回るみたいなのとか、他にもなんか
なんか運ぶ作業みたいな、なんか運ぶ作業、なんかこういうその、なんて言うんだろうな、名前忘れちゃう、なんか重いものを持ち、こう、運べる、なんかこういう手押しの、なんかあって、そういうのだって。まあ、常にとにかく動き回っていろいろ見ながらっていうのを12時間 ?12 時間なんですよ。二交代制なんで。朝8時出勤したら、夜の8時までずっとそれやりっぱなしみたいな。で、それがあまりにも辛くてですね。4日で挫折しました。で、辞めますって言って。うん、そっか、俺こう、倉庫じゃねえや。工場向いてないかーって。で、しかも暑かったしね、めっちゃ暑くて。で、室内でずっと帽子被ってるから、なんか剥げそうだし。うん。唯一そのクーラーが効いてるのが、そのさっきのラベルロールを交換するそのブースだけが、クーラー、エアコン効いてて、他はもうエアコン効いてなくてくっそ暑いんですよ。ねえ。だから工場もダメだなと思って挫折して、で、その後、別のコンビニで夜勤を始めました。セブンイレブンです。はい。で、セブンイレブンも、同じく、二人体制の夜勤で、まあ入ったんですけど、まあ、そこも2ヶ月で、そこも2ヶ月で挫折して辞めて、コンビニきつくてですね。あ、でも、あれだ、俺夜勤だけじゃなくて、そう、セブンの時は、夕勤って言って、夕方5時から、夜の10時まで5時間働くっていうシフトも組まれてて、で、そっちの方がきつかったかな、俺。うん。その、夕勤も、そう、入ってくれって言われて、夕勤プラス夜勤、夜勤の日もあるみたいなやったんですけど、やっぱセブンイレブンは、格が違え、忙しさが段違い。無理だった。無理でした。挫折しました。はい。うん。セブンイレブンで長く続いてる人、俺めっちゃ尊敬します。いや、ちょっと俺にはきつかったわ。まあ、10年前だけどね。やること多すぎるし、あと発注もさせられるしね。ええって、アルバイトに発注させんのみたいなね。うん、で、まあ、セブンも挫折して、で、その後ですね。まあ、その後またしばらくちょっとこう、なんか病んで、気が落ちて、そのね、独り立ちしてから1年目で早速そんな、職場とっかい引っかいの不安定な生活をやってて。で、その2013年の10月頃ですね。10月頃に、新しくオープンするコンビニがあってですね、とある場所に。で、それは 3F って言うんですけど、今はもうな、その 3F 単体のお店はもうないんですけど、当時そのまだ10年前は 3F という横浜発祥のコンビニチェーンがありまして、そこが、新規オープンしますっていうことで、で、俺実は大学生の頃も、その早朝朝6時から3時間働いてた場所も 3F だったんですよ。そう、3F。3F で俺そんなに続いたから、あ、じゃあ 3F だったら俺夜勤行けるかなと思って、その飛び込んでみて。で、オープニングスタッフだったんで、みんなね、みんなその未経験の状態からスタートだったんで、あ、これすごく公平というか気楽でいいなって。で、まあ最初の研修はその、いわゆるなんか体育会系っぽいっていうか、その、なんかめちゃくちゃ声出させられるとか、あとはめちゃくちゃこう、歯を見せて笑ってくださいとか、なんかこういう感じで、やらせられて、その研修はなんかすごい、うわ、嫌だな、この感じっていう、なんかこう、陽のオーラを無理やり出さなきゃいけないみたいな、ノリがすごい辛かったんですけど、でも、その 3F が、俺の、まあ、運命の出会いっていうか、結局ね、今年の4月、10年4ヶ月、そこで働くことになるんですよ、結局ね。で、それでやっと、俺の、その、フリーター、夜勤フリーターとしての、まあ、若干安定した生活が始まってですね。そう。そこで始まって、夜勤開始と。で、その、しかもその 3F での夜勤は、今までと違って、一人なんですよ。ワンオペ、いわゆるワンオペってやつ。で、その一人夜勤っていうのがおそらく自分に合ってたのかなって感じで、めちゃくちゃ気楽で。まあ、要はその、なんだろうな。もう一人の相方とかパートナーがさ、ちょっとその、相性が合わない、馬が合わなかったらめっちゃ気まずいじゃないですか。なんかどんどん出勤するの嫌になりそうだとかね、だったら嫌だし。そういうなんか、
パートナーガチャ、相方ガチャみたいなのあるじゃないですか。それが、一切なくて。うん。まあ、最初はね、その研修の段階はその社員さんと、あと二人かな。二人、夜勤で入ってたんですけど、最初は。あ、三人かな。うん。最初はその研修受けなきゃいけないから、どういう仕事の流れとか教わんなきゃいけないから、まあ、数人で夜勤入ってたけど、まあ、そろそろいいだろうってなったら、もう一人、みんな一人で、ワンオペで夜勤するようになって、3F での生活がスタートしました。で、そうですね、2013年の11月からだから、まあもう、あれだ、仕事始めたらもう年末みたいな感じ、年末みたいなノリで、行って、あっという間に2013年、年が明けて、2012年になりましたと。で、2014だ。過去に戻んだよ。で、2014年の2月、バレンタイン、皆さん覚えてますかね？めっちゃくちゃ雪が降った時あったんですよ。俺、神奈川で、1年で1回か2回ぐらいしか雪降らない地域なんですけど、そう、めっちゃくちゃ積もって、俺が子供の頃、まだ年齢一桁の頃に、めちゃくちゃ積もったぐらいの、あれが超久々に来たと思って、アパートのね、その玄関のドアが、その、ちょっとこう、塞がっちゃうぐらい、開かないくらい、その、外、ドアのすぐ外に雪が積もってて、もう開かないぐらい、くっそ積もって、いやーこれ超久々の雪だ、銀世界だと思って、まあ堪能しました。で、その出勤するのも大変だったけどね、俺当時その、まだバイク、原付持ってなくて、自転車で通勤してたんですけど、さすがに自転車でも動けないから、もう歩きで、長靴履いて歩きで、職場まで行って、本当だったら30、40分くらいかな歩きで着くんだけど、まあ、1時間くらいかかったかな。やっぱ雪で足元が悪いから。で、そのアパートの近くのファミマも、ファミマの店員さんもすごいなんか戸惑ってて、こう、すごいやばいですよねっていう感じで、なんか女のね、若い女の店員さんがいたんですけど、そうそう、すごい気さく、ね、なんか気さくに話したりして、あの時の雪の思い出は本当今でも忘れられない。うん。もう一回あったよな、確かな。うん。2016年だったっけな、ちょっと忘れちゃったけど。で、まあ2014年も、まあなんか、それなりに過ごし、なんか、過ごして、まあ、相変わらず音楽活動はうまくいかず。で、結局俺は、何に走ったかというと、当時俺はニコニコ動画をよく見ていて、いわゆる例のあれのカテゴリーですね。それ系の動画ばっかり見て、ゲラゲラ笑ったりして。で、たまに自分もなんかそれ系の変な動画投稿したりして、それで遊んでました。で、あと、2014年かな？うん、2014年に、声部っていうサイトがありまして、あ、違う、そうそう、声部自体は俺2012年もやってたんだけど、一回やめちゃって、で、その後また、声部熱が再燃して、2014年に、また、始めたんですよ。で、そこでま、なんかいろんな出会いがあって、結構楽しかったんですよね。で、声部は結局2016年にサービス終了しちゃうんですけど、その2年間は割と、まあ、もう1円もお金にならなかったけど、でも自分が、その自己表現できる場所だったから、すごい結構楽しくて、うん。よかったなっていう。まあ、その頃は本当お金にならないけど、音楽できたり、その声の芝居できたり、あ、俺その一応声優の養成所も、通ってたことがあって、高校3年から大学3年ぐらいの、だいたい3、4年間ぐらい、声優の養成所通ってて、で、それで割と、なんか、演技っぽいこととか、ね、なんかアテレコみたいなことできるようになってたんですけど、それで声部の生活も楽しかったし。で、まあそんな感じで自分の趣味とかは全く金にならない生活で、でした。で、その頃ですね、2014年、結構、その、まあ、ルームメイトとの、まあ、いろいろありまして、主に金銭問題ですね。お互いその未熟だ、まだその未熟だから、まあ、急にお金、急につうかその、ね、生活費足りなくなったり、お金の貸し借りとか、ね、やっぱするようになるんですよ。で、その、まあ、そのね、お前先月家賃払ってないだろうとかさ、ちょっと交通費、ちょっと、その向こうも仕事してるから、交通費ちょっと出してくんないかとか、定期券、ちょっと最初定期券だけ最初3ヶ月分払ってくれないかなって、とか、そういうふうにいろいろ頼まれたりして。まあ俺もね、その、携帯代、
引き落としができなか、できなくて、請求書がどんどん溜まってきたりとか、まあそういう生活をしてたんですよ。本当、金銭的にも困ってて。で、お互い結構どんどん病んできちゃってですね。で、まあ2015年あたりがその闇のピークに到達してしまって、で、俺が一回その、もう実家に帰るわっていう風に言ってしまって、で、一回荷物まとめて、でも帰りかけたんですけど、まあ、やっぱ実家でいると、その、本当になんか無気力になっちゃって、何にもする気起きなくて、ね、音楽活動もしてたのに、それもなんか何もやる気で起きなくなっちゃって、あ、実家にいると逆になんか安心しすぎちゃって、俺ってもうなんかここで人、もういいやってなんかもう余生を過ごしてる隠居みたいな人間になっちゃうんだなって、それで気づいて、で、すぐに戻ったんですよ。まあ1ヶ月、2ヶ月くらいですぐに。ごめんねっつって、やっぱこっち戻ってくるわって。で、また結局アパートに戻って、まあそれでもね、金銭トラブルは絶えず、お互いに、金銭トラブルは絶えず、お互い辛い思いをしながら、なんとか乗り切って。で、その頃、2015年に、俺、原付きの免許を取りました。なんか、そのバイク、俺バイクあった方が便利なんじゃねって思って。で、その頃に、まあ、どのくらい勉強したか2ヶ月くらい、なんか独学で参考書買って勉強して、で、一発合格で、49点、50点満点中49点で合格して、んで、原付免許取って、で、親に原付買ってもらって、中古のね、この間話した、中古のオンボロバイク。もう、それもね、また、そう、それもまた、トラブルが絶えなくてですね、その出勤の日なのに、バイクが、で、エンジンつかなくて、冬の日とかね、エンジンつかなくて、で、その、アパート、俺2階なんですけど、2階でそのアパート頃、朝っぱらからこう、お湯、なんか、バケツかなんかにお湯入れて、そのお湯持って、その原付にぶっかけて、温めて、で、やっとエンジンかかった、みたいな。で、バッテリーもすぐ上がっちゃうし、で、タイヤパンクしたことあったかな？いや、タイヤは大丈夫だったか。うん。とにかくそのエンジンがかからなくなると。あと、ウインカーもね、突然つかなくなったりして。あと、信号待ちでエンジン止まっちゃったりね。もうそういう辛い思いをして、何回も遅刻しちゃって、ほんと職場にも迷惑かけて。何回も遅刻しちゃってですね。まあそんな感じで、2015年は本当に辛い。辛い日々でしたわ。で、2016年になって、でもなんかいよいよ俺その音楽もやる気、音楽やる気さえなくなっちゃって、声部もね、サービス終了しちゃったから、じゃあ俺もこれから何を糧に生きていけばいいんだって、本当に、その頃一番、まあ絶望、2015年、16、17あたり本当に絶望してて、その、なんで、今みたいにさ、こう恥を捨てて下ネタとか、人前でこう、イエーとかやれるような、メンタル持ってなかったから、ああ、いよいよ俺終わったな、つって。もう生きる意味なんだろうって、もう、そういうレベルで考えちゃって。まあ、それでも夜勤は頑張ってたんだけどね、3F で。夜勤は頑張ってて。とりあえずお金は稼いで、生活費は最低限稼いで、頑張ってんだけど、家で過ごしていったら、当時俺はまだスマホ持ってなくて、タブレット端末で、なんか動画見たり、当時あったのが、小林さんちのメイドラゴンとか、獣フレンズとかね、それが流行ってた頃とか、でそのアニメとかね、見たり、その見逃し配信みたいなやつで見たり、そう。まあ、当時はアニメとか結構見てたな。うん。ダイヤのエースとか、デジモンユニバースとか見てたな。そういうアニメを見て、プリキュアとかね。そういう、あとシンカリオンとか見てた。そういうアニメを見て、なんとか気を紛らわして、現実逃避して、なんとか食いつないでいました。んで、で、一つ、まあ、ターニングポイントが訪れまして、2017年にですね、3F がローソンに吸収されると。なので、リニューアルするんで、2017年の、10月か。10月に一度閉店しますということで、で、1ヶ月、間があって、どうしますか？どうするって、その当時のオーナーに言われて、でも俺コンビニで4年働いたからもういいかなってまた別の仕事しようかなって思い始めてたんですよ。なんだかんだ接客って結構辛いこともね、多いんで。一番楽だけど、でも接客は接客だから、辛いことが何もないわけじゃないんですよね。そのコンビニの仕事も。なので一回辞めますって言って、で、その一応その、
辞めたんですよ、一回 3F を、2017年。で、辞めて、その直後、倉庫作業のバイトをやってみて、倉庫、なんかなんだろうな、主にその、飲食店とかホテル向きに送る、なんか食品とか、なんて言えばいいのかな、食品とか調味料、材料とか、原材料、そういうのを、なんか段ボールに詰めて、こう、並べて積むみたいな、そういう作業をやったんですけど、それもまあ、あんまり楽しくなくて、結局数日で辞めちゃって。うわ、また俺これ、路頭に迷うやつじゃん、収入源どうすんだよって自分で、なってて、で、結局、まあ、いろいろ考えて、結局、その、リニューアル、3F からローソンにリニューアルするっていうことで、やっぱり、ローソンで働きますっていうことになって。で、それでオーナーが切り替わったんですけどね、その時、新しいオーナーになって。で、その新しいオーナーに連絡して、僕、ここで働いてたんですけど、やっぱり戻りますって言って。じゃあ、俺、3F でその、一人夜勤はできてたけど、ローソンってね、大手だから、またこれすぐ辞めちゃうやつかなって俺思ってたんですよね。でも、まあ、仕方ない。他に働き口もないし、頑張るかと思って、ローソンに入って、で、その、3F とのその業務量とか、品揃いとか、そういうのの、こう、ギャップに、まずは、こう、圧倒されて、まずはそれで戸惑って、悩んで。それでも、まあ、それでもローソン慣れました。結局ね。結局その2017年から今に至るまで、7年間。そっからね、7年間は、その同じローソンの店舗で、その、ワンオペ夜勤で働くことになって、うん。ね、なんとか続けましたね。ローソン。で、そのローソンでの仕事生活が始まって、で次の土地、2018年ですね。2018年に、その、一緒に住んでるルームメイトが、ちょっと、もうちょっと東京に近いところに引っ越したいって、どうしても言って、どうしてもその聞かないから、で、当時俺はその本当に、その人の頼みをなんか断れない、断る意志欲とか、その、なんて言うんだろう、自分の主張でこう、ぶつかってこう、なんて言えばいいんだろう。自分の主張を相手にしっかり示して、で、こうなんだろう、ぶつかり合うっていうことが俺当時できなかったんですよ。そういうなんかそういうメンタルも全然なくて。で、結局俺は、承諾してしまって、で、その引っ越すために費用が必要だってことで。で、そいつは結局お金全然持ってなかったので、俺が引っ越し費用全部出すっていうことで。で、そのお金を、まあ借りたんですよ。カード会社から。50万ぐらいね。50万ぐらい借りて、それで、なんとか引っ越しをしました。それで、その結果、今住んでるところがここなんですけど。うん。まあね、今考えてみれば、この物件すごく良くて、結構その歌歌ったり声出しても、まあ、そんなに近所迷惑にならないような、その作りになってるんで、今となってはね、引っ越し、あの時ね、50万借金して引っ越してよかったなとは思ってるんですけど。まあ、で、その引っ越したので、ちょっとその、俺が、その、勤めてるローソンからかなり遠くなっちゃうんですよ。だから俺、これローソン辞めなきゃいけないパターンかなと思って一回その、オーナーに相談したんですけど、まぁ、ちょっと通えるかどうか、バイクで通えるかどうかちょっと一回試してみますっていうことになって。それで、試しにバイクで、通勤してみたんですよね。で、まぁ、最初初めてだから、その道順も全然わからなくて。待って、次こっちを右折って言えばいいのかってことか。俺自分で紙にメモ、Google マップで道順調べてから、こう、ちっちゃい紙にメモして、で、そのバイクのポケットに入れておいて、で、こう、運転しながら、信号待ち中にその紙確認して、次、この名前の交差点をこっちか、みたいな。で、頑張って通勤して、なんとかできそうですっていうことになったんで、結局俺は続けることになって、ちょっとね、その職場から遠くなっちゃうけど、まあ、それでも結局続いたからね。続けることになって、で、それでまた、で、今度はこっちのアパートでの生活が始まるんですけど、まあ、借金50万じゃないですか。借金50万を毎月利子付きで返していかなきゃいけないと。まあ、それが、まあ、死ぬほど辛くて。なあ、とにかく2018、2019、また俺の、次の暗黒時代、到来ですよ。俺、いつまで暗黒時代来てんだと思ってね。そういう話ですよ、本当に。
とにかく2018-2019はその50万カード会社から借りた50万を返済するだけで終わりました。もうほんとその2年間は。ね、せっかく平成から令和に変わるっていうね、すごい歴史的な年だったのに、結局俺は世の中のことには目もくれず、ただただコンビニで夜勤して、ワンオペ夜勤して、必死に稼いで。でね、これちょっと自慢なんですけど、一番稼いだ月で俺30万稼ぎました。コンビニ夜勤でですよ。やばくないですか？夜勤って普通は夜10時から朝6時なんですけど、俺はその朝9時まで入ることが多くて、まあ人手不足でね、その朝6時から入ってくれる人がね、いないということで、じゃあ夜勤の人が朝9時までやるかって、ね、本当は良くないと思うんだけど、で、その朝6時から朝9時までが辛くてさ、だって夜勤中お客さん少なくて基本的に黙々と作業するだけだったり、あとはその事務所でさ、こう、なんか、ね、ゆっくりくつろいでタブレットみたいです。みたいな、なんかしてていいみたいなさ、そういう緩い感じだったのに、朝6時から9時まではもう基本的にお客さんの相手だから、仕事、ね、これから仕事、朝通勤の人の相手をたくさんしなきゃいけないから、モードの切り替えが結構大変で、8時間働いた後の朝の通勤ラッシュのお相手をしなきゃいけないから、それでまためちゃくちゃ気を使うんですよ。そのクレームにならないように、丁寧に接客して、唐揚げとかさ、入れ忘れないかなとか、もう、常に頭フル稼働で、ほんと疲れましたわ。なんで、まあ、30万稼いだ時もあって、なんとかその2年間で50万、あ、でも利子ついて60万かな、トータルで60万返しました。うん、ほんと、あの時の俺はほんとよく頑張った。よく耐えた。でもね、ああいう辛い経験があって、あったからちょっと白髪が入っちゃったよ。うん。歳も取ったし、こんな太っちゃったしね。あ、ちなみになんか俺の笑ってる写真で、なんか輪っかみたいにこう、髪の毛全部ブワーみたいな、ボンバーヘッドみたいになってる写真あるじゃないですか。あれが2015年ですね。うん。今よりも全然痩せてた頃。うん。まだ、原付をこれから、バイクをこれから手に入れるっていう時だったんで、まだその頃自転車、チャリンコで通勤してたから、それなりにまだ痩せてた時期。うん。あんで、あんでまあ、借金返済したはいいけど、うん、これから何して生きていこうかなって、いろいろ悩んでた時に、2020年のあれが来たんですよ、コロナが。うん。コロナが来て、うわ、なんか、また変な、大変な時代到来しちゃったなって。だって、で、俺は当時コンビニね、ローソンで働いてたんですけど、マスクとトイレットペーパーが、まあ、品薄で。まあ、入ってきたらすぐに売れちゃう。入ってきたらすぐに売れちゃうっていう、そういうちょっと大変な時期で。で、俺自身もマスクつけなきゃいけないし、あとシールド、なんかこう、透明ななんかペラペラのシールドをこう、レジの前にこう、垂らして、で、お客さんの顔も見にくいし、あとそのお客さんがタバコナンバーっていうのもこう、見にくいからさ、お客さんペロってめくんなきゃ見えないみたいな、そういう辛い大変な時期でしたね、コロナの頃。2020年からだいたい2年間ぐらいかな。うん。まあ、本当あの頃はやばかった。もうとにかくマスクの問い合わせとかもなんかトイレットペーパーがね、トイレットペーパーがなんかね、噂で品薄になっちゃって、買い占めが起きて。な、でもコロナで唯一良かったのは、人が少ない。ほんと外出してる人が少ないから、俺はその外食とかも超気楽に、貸し切り状態で、超気楽にご飯食べれた。俺、あの頃のなんかすごい、ゆったり、外に全然人いねえみたいな、ゆったりした空間、時間はすごい好きだったですけどね。コロナ。で、なんだっけ。そう、コロナが始まって、で、なんかなんか人がその家にこもるようになったと。そんで、YouTube とかをたくさん見る時間が増えたということで、俺も、ずっともう何もしてなかったけど、また音楽活動始めようかなって思って、で、2020年に再始動したんですよ。重い腰を振り絞って、ね、振るい上げて。で、
で、それがあれです。スワシワス Q チャンネルですね。まあその頃は違う名前で活動してたんですけど、Q チャンネルっていうことで始めて、で、まあそれも普通の音楽活動ですよ。いわゆる歌ってみたと自分のオリジナル曲。で、その頃に作ったのが和風のオリジナル曲集、あのアルバムに入ってるあの曲たちですね。あ、でもその、一部はその2012年、もうその大学生の頃に作ったやつも含まれてるんですけど、まあ、あそこに、あのアルバムの中に入っている曲の一部は、その2020年に作ったやつがあります。でも、まあ伸びない。全然伸びない。よくて100再生とかって感じ。その、一曲仕上げるのになんか何十日もかかってさ、それなのに再生数100、登録者も全然増えない10、20、30、40、50。もう、何これ YouTube ってこんな辛いのって、また絶望して。もうね、本当に俺、辛いことばっかだね、2013年から。ずっと。辛いことの方が多かった気がする。まあ、結局伸びなくてですね。それもだんだんやる気がなくなってきて。で、なんだかんだで2020年も終わってしまって、令和、2019年からか、令和。令和の時代もね、なんだかんだ俺は人生が低迷した状態で、ずっとずっと過ごして。で、2021年です。俺の人生の一つのターニングポイント。もういいやって。もう吹っ切れた。もういい。ふざけようと思って。ふざけたくなったんですよ。唐突にね。その頃、あの、YouTube の切り抜き動画とかよく見てて、その、なんか、悪口が気にならなくなる方法とか、あとその、なんでしょう。自分の人生を切り開く方法とか、あと自分中心で生きていく考え方とか、これからの時代の生き方とか、そういうのをいっぱい見て、いっぱい見て勉強して、そういう先人たちの、やりたいことやって、好き勝手生きてる人たちの考え方をどんどん吸収して、それで、一気に考え方変わったんですよ。あ、そう、俺2020年で30歳になって、俺、1990年生まれなんですけど、30歳になって、で、その30歳になった次、直後、2021年の2月ですね。なんかちょうどその俺が30代を迎えたら、なんか急に考え方が変わって、で、昔から本当は俺、ふざけるのも好きだし、そのニコニコ動画の、なんか、イムとかさ、ああいう、エアモトさんとか、ドナルドとか、そう、ああいうのなんかふざけたオートマットとか、ああいうのも見るのも好きだし、で、自分も人を笑わせるの好きだったから、あ、じゃあ俺、ふざけた方が活動を続くんじゃねって、もしかしたら伸びるんじゃねと思って。で、いろいろ考えて、自分でももうちょっとその、なんか、一曲に、その、一つの動画に何十日もかけるんじゃなくて、もう毎日投稿しようと思って、毎日投稿して、めちゃくちゃクオリティ低くていいから、とにかく毎日投稿できる、なんか、スタイルを自分で考えて、それでやっていこうって決めたんですよ。で、それがですね、一人合唱部、スワシワスの始まりですね。2021年2月9日。そこから、俺のスワシワスとしての人生が始まりました。イェイと。ねえ。それからはね、なんかね、今までにないぐらい、どんどん気持ちが楽になってきて、なんか、俺、自分のために生きていいんだって、自分中心でいいし、自分が楽しいことを優先で考えていいし、わがままでいいし、そんなに人のこと考えながら生きなくていいんだって、そこで気づいて、どんどん吹っ切れていって、で、どんどんカメラの前でもふざけるようになってきて、どんどんその自分の皮が剥けてきたんですよね。殻が破れてきて。2021年。で、その2021年の10月にですね、ついに俺は下ネタに手を出してしまいまして。その、師走として活動し始めた当初は、Twitter と YouTube で1日が終わるとか、日曜の仕事中めっちゃ病むとか、そういう、なんか、その健全なあるあるネタで、で、それにメロディーとハーモニーをつけてっていうスタイルでやってたんですけど、まあ、その10月から下ネタに手を出して、で、とある日ね、チンゲマンゲタマゲケツゲっていうのを作ったんですよ。そしたら、まあ、バズった。特に TikTok で、人生初の100万再生、ミリオン再生を達成して、もうあの時はね、もう一日中ね、笑いが止まらなかった。もう俺が作ったあのチンゲマンゲの歌が、いろんな人に使われてて、音源として。
もうそれをこう、そうこう、もうずっとこう、ずっと毎日見てみて、もうギラ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 笑って、お腹痛くなって、呼吸が苦しくなるレベルで笑って、あ、楽しいってこれなんだって、生きてるってこれなんだなって、その時気づいてね。で、そっからはもう下ネタばっかり作るようになって、お前うんち、俺もうんちとか、おっぱいいっぱいばいとか、おはよううんこ、こんにちんことか、ああいう歌ばっかり作り始めて。あ、そのショート動画の俺の傑作集を今ちょっと作ってますんで、ちょっと待っててくださいね。今、頑張ってその、この切り張り、カット頑張ってるんで。そうそう。で、そっから、まあそっからね、下ネタ始めて、2022年は、まあ下ネタ一辺倒で、どんどん。その頃は主に TikTok の方が伸びてたから、まあ TikTok の皆さんとたくさん交流して、楽しい日々を、ね、どんどん送れるようになりました。で、2022と、で、2023、で、2024と、で、今に至りますね。まあ、そのローソンで働きつつ、こうやって YouTube 活動してるんすけど、やっぱり俺働くの辛いなって思い始めて、辞めますってついに言っちゃったんですね。ちょうど今から3ヶ月くらい前かな。3、4ヶ月くらい前。俺10年、もう10年なんで、もうキリがいいんで辞めますって、辞めて。それで、本当に2024年3月31日の出勤をもって、ローソン、でも正確にはローソン 3F って言うんですけど、その、ローソンはその2つあって、もともとのローソンとその 3F を吸収した店舗が、そっちがローソン 3F っていう名前なんですけど、そっちで、まあ、ずっとね、働いて、それで、2013年から2024年、そうだね、10年と4ヶ月働いた場所を辞めてきました。なんか感慨深いな。やっぱいろいろあったからね。その時代を反映した、なんかテクノロジー、サービス、技術とか、そういう移り変わりとか見てきたし、商品のラインナップとかね、見てきたし、昔はあれっすよ、3F、クレジット決済さえできなかったんですよ、昔。クレジット決済もできなかったし、あとお釣りは手打ち、お会計は手打ち入力だし、こう、お釣りこう、自分で510円とか、こう、510って取って、それ手渡しでって。で、まあ、そのお金の、渡し間違い、そのお金の計算ミスは当然ありますよね、ほぼ毎日。今はそのローソンの頃はもうその自動レジっつってお金が自動で出てくるやつだから、ほぼそのお金のね、数え間違いとかないんだけど、そういうのも懐かしいなーっていうのもあったり、あとその 3F の焼き鳥、3F のそのレジ前の唐揚げとかフライドチキンとか懐かしいなーって、俺当時あったやつで好きだったのが、スパイシーチキンとチーズフランクと、あとジャンボチキンスティック、あとジャガチキ、あとクイチキンボ。ああ、全部覚えてるわ。懐かしい。これらがね、好きだった。みんな、3F 知ってる方、その 3F の好きだった商品なんか、ありますかね。もちぽにょとかもね、もちぽにょ、あれも 3F 発祥で、あれも大ヒットしてね、すごく、美味しいよ。今でも生き残ってる、ロングセラーですよね。あとなんかあったっけ ?3F のオリジナル商品。うちの店舗はなかったけど、ま、昔フローズンありましたね。なんかこう、ぐるぐる回ってて、かき氷、シャーベットみたいになってるやつね。カップに入れる。ああいうのも売ってたよな、昔な。ソフトクリームとかも、やってるとかやってたんかな。いや、懐かしいわ、3F。で、あと俺個人的にすごく、思い出すたんびになんかセンチメンタルになっちゃうなっていうのが、その、クリスマスシーズン、に、夜勤中に、有線放送で流れるんですよ。いろんなそのドラッグストアとかスーパーで、とか、あとダイソー、100均のダイソーとかでも流れてるんですけど、なんかわかりますかね?そのクリスマスソングの、その歌がなくて、その楽器でメロディーを弾いてるバージョン、インストゥルメンタルバージョンで、それでなんか山下達郎のクリスマスイブ、だっけ?クリスマスイブとか、なんか、ボアのメリクリとか、なんか、あと、そのクリスマスキャロルの頃には、稲垣潤一のクリスマスキャロルの頃にはとか、恋人はサンタクロースとか、そういうな、日本の名曲たち、中山美穂とかね、ガクトとか、なんかそういう、あと、広瀬香美とかそういうの、
有線放送で流れたんですけど、なんかその、それをこう流れてるあの感じ、あれを聞きながら、こう、一人寂しく夜勤をしてたあの頃をね、思い返すとすんごく、なんか、感傷に浸ってしまう、エモいっていうか、センチメンタルになる。なんか、クリスマスの有線放送ってなんか、すごい俺なんか、こう、感傷的になっちゃうんですよね。どこか切ない寂しい感じがあって。あとそのクリスマスソング、あのジングルベルとか、なんか、諸人こぞりてとかさ、あの、そういうのも、こう流れてるんだけど、あれ、なんかこう、子供向けのなんか楽しい雰囲気の曲じゃないですか。ああいうのとか。てってれれーてってっていうとか。てれれってってれれれてれれれってれってって。なんか、ああいうその、楽しげな音楽も、俺がその一人寂しく夜勤しながら流れてたから、なんか俺にとってすごく思い出深いというか、なんかこう、ほろっとちょっとこう、なんかこう、涙が滲み出るみたいな、そういう感じの音楽でしたね。今でもなんかその、頭で流れる。あの頃の。仕事しながらって。それもなんかいい思い出だなって。うん。あとはその、3F の頃は、その、お店の駐車場にテーブルと椅子があったんですよ。で、そのテーブルと椅子を、やっぱりその、片付け、夜中は片付けて、で、朝、夜が明けたら、こう、また設置してっていうのもなんか、やってたなって、懐かしいな。で、その頃、朝パラから、こう、常連さんでね、おじいさんおばあさんが毎日来てたんですけど、その人のたちのために、椅子とかテーブルをちゃんと設置して、で、コーヒー、朝のコーヒーをこうね、売って、っていう感じで、そのルーティーンもなんか、今思い返すと懐かしいなって。で、そのテーブルがなんかよく壊れたんですよ、なんか。その、なんだろうな、ちょっと重たいんですけど、そのテーブルが。なんかその、柱がこう中心で、柱中心一本で、こうテーブルがこう、四角くて、それよくこうグラグラなってて、ぐらついてて、なんか気がついたらポキッと折れてたみたいな感じで。それもまた懐かしいなって。なんかこれぐらついてて、ちょっと斜めってるけど、大丈夫かみたいな。まあでも設置しないとな、お客さん座れないから、つって。そういうなんかね、田舎特有の、ボロい感じも懐かしいなと。ちょっと甘いの食べよう。パンケーキ食べよう。ローソン。で、そのローソンに切り替わったら、もちろんその有線放送も変わっちゃって、変わったんですけど、でもローソンはローソンで、流れてる曲、毎年その、ルーティンがあるんですよ。同じ。この季節はこの曲。この季節はこの曲って、必ずほぼ決まってて。それが、もう長年さ、同じとこで働いてるとさ、何年も。もうわかるんですよね。ああ、また今年もこの曲が流れる季節来たな、みたいな。あと、お正月になったら、お正月の、こと、和楽器の曲は流れたりするし。それもまた思い返すと、すごい、なんか、エモエモになっちゃうんだよね。そう、この曲がなんか流れてる中で、やっぱり一人黙々と作業頑張ってたな、って。そういうのも思い返すと、ね、そういうところで俺は踏ん張って頑張ってお金稼いで、なんとか耐えてきた。うん。借金も5、60万返して、ね、ほんと辛かったわ。人間関係もね、なんか、楽しいことばっかじゃないんよなって。痛感しましたわ。その誰かと手を取り合って生きるって、やっぱり、お互いの尻拭いをしなきゃいけないことだったり、お互いのダメな部分をもう、まじまじと見せつけられる。それでまたね、一緒に住むのが嫌になったり、何度もあったけど、でも、長年その一緒にルームシェアする中で、だんだんお互いのこと分かってきて。まあ、その、でも、なんだろうな。なんか許せるようになった。今となっては。そういうとこもあるけど、でもなんだかんだね、長年住んでるから相性はいいんじゃないかってことで。で、ちゃんとお互い成長してるしさ、あんまりその、金銭的に迷惑かけないように、お互い迷惑かけないように頑張ろうみたいな感じで、今はね。成長できたから。まあ、いっかって。いいよ、今までのことはチャラ。過去のことはチャラにしようって。
感じになりました。で、やっと、あ、それ俺収益化、その YouTube の収益化を達成したのが、2022年の6月ですね。師走の活動を始めてからだいたい1年4ヶ月くらいで。で、登録者1000人達成して、あとその動画の再生時間4000時間っていうのも頑張って達成して、そこから収益化がやっとできて。でも、収益化はできたけど、でもその頃は本当、どんくらいかな、月に数千円とかそれぐらいしか稼げなかったかな。うん。やっぱ基本的にはローソンで働いてる給料が主な収入源だ、なんだよね。で、まあ、だんだん増えてきて、緩やか、ほんとこんな緩やか。増えてきて、で、2024年、今現在ですね。まあ去年、2023年は、合計35万稼いだんですよ。あの、35万ね、年でだからね、毎月、月じゃないよ。俺でもさ、こんなに長年活動してきたけど、でも、1年で35万だから、まだまだ全然稼げてないっていう部類なんですよね。ただでも、なんか、2024年、年明けてから、なんか急に収益が増え始めて、今までにないくらい、めちゃくちゃ収益増え始めて、なんか、ちょっとこれ、また、来てるんじゃねって、人生の転機が訪れたと思って、ちょっと最近ワクワクしてます。で、やっと仕事も辞めたし、うん。俺の本当に望んでた人生、やりたかったことが、こう、時間差で来てるなって、叶ってきてる。今は33歳ですけど、やっとね、なんか、楽しいこと、好きなことだけで生きていくっていうことがやっと実現したのかなって、うん。感じですよ。10年。我ながら10年。お疲れ様でした。うん、本当によく耐えてきたよ。まあ、というわけで、ネタバレしちゃったけど、ネタバレ。俺ずっとコンビニで働いてました。いい。だから人によっては、あの、師走サラリーマン説とか、どっかの社長説とか、いろいろ噂が、なんか飛び交ってたみたいだけど、コンビニで夜勤してた、ただのフリーターでーすね。年収200万のフリーターでございます。なんか不動産の営業とかなんか、いろんな説が流れてたけど。いえいえ、そんなことない、そんなことない。ただのアルバイトですよ。あ、でもね、一応その、ローソンで俺、あの、リーダークルーという称号をいただいてですね、星5のリーダークルーですよ。星5だから価値高くない？結構。あの、研修を受けてですね、そう、横浜の管内にある本社で研修を受けて、で、まあ、軽いそのペーパーテストも合格して、で、そのリーダークルーという称号をもらって、まあ結構その、なんだろう、アルバイトっていうかその、リーダークルーにしかま、リーダークルーとかその普通のアルバイトには任せられないような仕事とかもね、全部引き受けられる、その業務ができるようになってたし、結構俺、なかなかの地位についてたなって今は思いますね。まあそりゃね、10年も働いてりゃさすがに出世しろよって感じだもんね。うん、まあそれも辞めちゃったから、そのリーダークルーという称号もゼロになっちゃうからね。まあ、どこで何をするかっていうよりも、一つの場所でね、長年何かをするっていう経験も、うん、ある程度あった方がいいかなとは思いますね。結構、飽きが来るけどね。でも、その分、こう、熟練度が上がってくるから、うん。物分かりが良くなる。同じとこで長年勤めると。だから、決してその、同じとこで長年勤めるっていうのは、決して悪いことばかりでもないですよ。うん。いい面もある。なんかこう、人間として熟達する。
なんかちょっと責任感が出てくるんだよね。うん。やっぱ周りはその、俺よりも経験浅い人がどんどん多くなるから、さすがに、10年も働いてると。多分これ俺しかわかんないんだろうな、みたいなことも多かったり、あ、多分ここ気づいてないんだろうな、みたいなところもこう、フォローしたりとかね。そういうのあるから。ってな感じで、はい。そういう感じで、まあ、俺の、あ、1時間経っちゃった。ライブ配信みたい。俺の、フリーターやコンビニ夜勤人生は幕を閉じました。10年。ね。で、まあ、今年からは、スワシワス一本で、なんとかやっていきたいなと思ってます。いっぱい稼ぐために、これからいっぱい動画作りまくって、今まで以上にね、もう自由だから。その夜勤、だって気にしなくていいんだよ。だって、あの、今日仕事あるから睡眠取ろう。あ、もうちょっと、あの、歌作り、動画作りちょっと中断して、もう今日は睡眠取ろうみたいな、もう考えなくていいんですよ。シャワーだって浴びなくていいし、臭い。シャワーだって浴びなくていいしさ、歯だって磨かなくていいしとか言うと、いや、じゃあ磨いてますよ。磨いてますけど、身だしなみはね、ちゃんと気使ってますけど、なんか、人前に出なくて良くなるからさ、こう、面と向かって人前に出なくて良くなるし、なんか、働かなくて良くなる。あとその、まあ、ほら、コンビニというブランドを背負ってるから、まあ、下手なことできないじゃないですか。ふざけたりできないし、あの、敬語使わなきゃいけないし、それも結構俺、きつかったんですよ、なんか。あ、なんか自分を解放できないな、ここって、仕事中ってなんか全然自分を解放できなくて辛いなっていう、そういうなんか閉塞感もあって、うん。それが全部なくなったから、やっとなんか俺の本性というか、素の俺をどんどん出していけるんだなって、これから。そういう生活が始まるなって。いやー、なんか話してたらどんどんワクワクしてきた。だから、今年からのスワシワスみんな楽しみにしててね。いっぱい作るから。いっぱいみんなに作るし、ライブ配信ももうちょっと頻度増やすし、筋トレも頑張る。まあ、痩せずに見せるもん。実は筋トレはもう5年目かな。5年目。もう4年は続けてる。2019年から始めたから。それもね、もっと。まあ、細マッチョになりたいんですよ、俺。別になんかゴリマッチョにはちょっとなりたくなくて、細マッチョになりたくてですね。昔の、あの頃、チャリンコで爆走して、めちゃくちゃ痩せてた頃に戻りたいっていうのがあって、顔ももっと小さくなりたいし。まあ、そんな感じですね。はい。というわけで、長々と話しましたが、俺の2013年大学卒業してからのフリーター生活10年間の軌跡を話していきました。こんな感じです。なんかね、皆さんはどうかな？皆さん、まあ人それぞれね、そうなんか人生のその大きく環境が変わった日とか変わった年ってみんな違うと思うけど、なんかそういうエピソードあったら俺に話してね。お話聞きますよ。人参。というわけで、はい。では、長々と見ていただいてありがとうございました。これからも、スワシワスを楽しみに、よろしくお願いします。活動頑張ります。楽しいよ。幸せ。俺、超幸せ。ありがとう。大丈夫、こんな手も生きてるから。大丈夫、ありがとう、お幸せだよ。あれ、大丈夫、ありがとう、お元気だよ。幸せだよ。ありがとう。バイバイ。またねー。バイバーイ。ピース。